She waits. The siren of the Irish Sea. For the brave, for the fearless, for the bold. Seeking out their destiny. チャオ、あちゃんです。今日はね、マントー TT レースという、ゲームをやっていきたいと思います。で久々にね、昔ちょっとやってたんけどもね、これね、バイクのレースやねんけども、キャリア、結構難しいねんけども、キャリアモードではレース実績を重ねて自分だけの伝説を築いていきます。有名なトラックスネーフェルマウンテンコースの歴史に名を連ねましょう。まずねクイックレースしよう。とりあえずねマントーって言ってね、これ一番ねフルに走るコース、1周60キロある過酷なレースよね。毎年ね何人か亡くなるっていうね過酷なレースで、それのちっちゃいコースね、3キロのコース、7キロのコース、3キロのコース、5キロのコース、まあ、イギリスってこういうね、ちょっと馬鹿げたレースがあるんやけども、まあ、行動なんね。で、12キロ最初、60キロ、これね、最終的にマントーを走るんやけども、まずね、この北アイルランドのこのレースから出ましょうか。マススタート TT TT でいく。でバイクはねスーパースポーツとスーパーバイクっていうのがあってね。でこれね、まあ、ホンダの CBR660 が600とか CBR1000RR とか、まあ、いろんな選べんねんけどね。これ2台しかないね。じゃあこれね、バイクやとこれね600、スーパースポーツは 600cc やね。こんなねバイクを選べるんだけども、ウィリアム・ダンロップ、マイケル・ダンロップ、この多分この中にね亡くなったライダーが多いよね。多分というかね、亡くなったライダーがおんのよ。で伝説のライダーもいててね、スーパーバイク CBR DMW、 まあこういうのでねちょっとえぐく走るレースやねんけどもね。はい、今日だろう。とりあえずねこれのスーパーバイクでいきましょう。マイケルダンロップにしよう。マイゼッテフ、結構難しいんよこれ、じゃあ行きましょう。死ぬよこれ。こんな構造ね、すごいですね。170キロ、180キロ、こんなスピードで走ってるよね。ぶっ飛んでるよね。コース覚えてなかったらいいやろ。600やからね、まだね、この全国だけど、これスーパーバイク 1000cc やから、もっとエグいからね、パワーが。
久々やね、これも。歩道の段差で死ぬようになった。あぶね。ああ死んだな今のね。確実ね。痛かったねあれね。なんであんなとこ見つかる。ちょっとウケるな。2周目頑張るわ。ラップタイムが見たかもしれないけど、やばいね。2周目やからある程度コース動いたからね、なんとか。ジャンプしたね。危ない。死んだ。歩道乗り上げたら死ぬって言ったでしょ。浮かれた。同じものぶつかった。あ、これやばいね。やばいやばい。だんだんね、ライディングが荒くなってきてる。で結構ね激しくこけるね。よくおげんな。こういうねレースやねんけど、マーケットの3位でした。続行。まあ、こういうねバイクのレースやねんけども、結構ねやばい怖い。これをねスーパーバイクで行くと、ちょっとちゃうコース、ここになるけど3キロ7キロ最終ここにしようか。ここをスーパーバイクで行くと、マイケル・ダンロップ BMW でいきましょう。マイケル・ダンロップ好きなんでね。さっきよりもエグいと思うよバイクは。
ーある、すんげーパワーある。あのね、寝かしてる時にアクセル開けると滑んの。うわ、あんなんで挙動乱すんや。スーパーバイクやばい。曲がりません。狭いな。走りにくいな、このコース。アクセルをね、いきなり全開すると滑るんよ。あー、確実止まらへんだね。結構ね、車速乗したままコーナー張って曲がっていく。変に減速するのがこける。止まらへん。コースとか覚えてなかったら無理。飛んでいた。うわー、あっち死んだな。こんなとこでやるね。こんなとこでレースやつアホです。これマジであるからね、こんなレース。ほんまにこんなレースあるっちゅうのはすごいでしょ。なると思ったわ。笑いごっちゃないよ、俺。マジでやばいて。喋る余裕もないぐらい難しいんよ。今度レースだからアホでしょ。もうね、ネジ1本2本の人ばっかりよ。やばいよ、もう頭ネジないよ、これ。面白いけどやばい。負けならもう良いでした。まあね、これはちょっとやばいよ。でもね、やってて面白いよ、このゲームね。もう戻りますか。このね、ランキング。
ランキングじゃないわ。ソロや。ソロのキャリアレースをやっていきましょう。新規キャリアで、メインをピンクにして、ピンクにして、紫にしよう。ジャパン。でバイクは、まずショップで最初のバイクを購入しましょう。ここはないやね。ヤマハ、トライアン、ノート、見たね、ヤマハ好きなんでヤマハにします。あ、間違えた。ホームコースタブレットで、赤いアイコン新しめだったということです。はい、初レース、健闘を祈りますということなんで、ね、行きましょう。選択 C、 デビュー戦。これやね、デビュー戦出ましょう。スーパーヒルサイド、ウェールズ、1周8キロで1周PT 方式いきましょう。なんかスーツが緑やぞ。これあっちゃちゃうんか。バイク緑やね、スーツがピンクや。おう、めっちゃうまいです。やばい、焦げた。この普通のマッチは危ないね。このとこでレースするってアホやね。この上で乗り上げるとこ絶対焦げるよ。
そらせえわな。このバンピアな。危ないね。昔はね、名産館のほとんどが走っとってんけどね。もうここまでひどくはないけど、公道をガンガン走っとったんけど、270キロ。さすがに公道270じゃないけどさ、すごいね。気持ちいいね。280キロ。景色も綺麗し気持ちいいね。この景色ね。やばすぎる。前に行くだ。あ、抜けへんかった。でも結構いいタイムが出てない。2位か。もうちょっとやね。あと5秒か。勝てんことはなかったかもわからんね。はい。ということでちょっとね、リプレイを見てみましょう。カメラがついてる。捨てやがいね。焦げた。多分これね、1回しか焦げてないから、焦げんかったらね、買ってたかもわからん。バイクとスーツの色が合わへんしね。ちょっとやばいね。インターフェースが違う。あ、これめっちゃ景色が早い。めっちゃかっこいいね。カメラを起こすと。画面は一番やわ。
後からの定点カメラなのね。気に変わらんねえねんけどね。はい、っていうことでね、バイクのレース、TT レースって言ってね、街中をね、ぶっ飛ばすレースゲームやねんけど、やってみました。いかがでしたでしょうか。このゲームね、あっちゃんは好きやねんけど、好成績を出せば新しいバイクを購入することができます。注意、メンテナンスと修理費は自動的に所持金から引かれるため、スキルがないとお金が貯まりませんっていうことやねんけどもね。今、ファンが26人ついたっていうことでね。で、2位になったらね、26人のファンがついた。で、築地財政報告、以下はあなたの前月の収入と支出です。前月の収入は4万フラン。支出が2万6000フラン。エントリー費ゼロ。で、バイク購入費が2万6000。2万6000は、バイク購入費やねんな。で、残高が1万4000。要は、バイク代がね、こんでかかったよと。で、一回こけたから、メンテナンス代。あ、ちゃうな、修理かけないね。メンテナンスの200フラン取られるから、1万3800フラン残ってますよっていうことやねん。はい。で、受信箱で、あなたの評価を受けて、新たなイベント提案が来ました。あなたのスキルなら1位を狙えるでしょう。検討ください。これ出たらわーって、優勝賞金2500フランよーって。で、メーカーがスポンサーしているバイクのイベントに探すと、ショップで購入できるバイクのラインナップが広がり、割引を受けることができますよーって。ね、これはね、川崎のバイクのレース。で、これは、スーパースポーツのこのレース参加したらどうですかみたいなね。これ初レースか。これ今回出たやつやね。で、これが、その次イベントか。で、7月11日から7月20日まで、7月21日からのイベント。まあこれね。ああ、間違えた。これやね。川崎のレース、で、これが次のレースって言ってね。川崎のレース2ラップ用の。これ一回出ようか。ね。ヤマハでね、川崎のレース出ましょう。やはりね、危ないですね。レースなんや。山速い。スタートダッシュが速い。危ない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 。当てられたね。カスタムのね、手段を選んでダメです。危ない。あー、焦げた。あー、せっかく風だのに。わからんコースはね、お前飛ばさんとてね。もう5位全然やん。
これはダメです。もうグダグダ、モチベーション完全に下がったね。まずコースを覚えることも大事だし、ライン取りもね、きちんとなると、まずコケやんことやね。これ、こういうのが怖い。ダメだわ。でもあと2周あんのか。ぶっ飛んだ、思いっきり事故ったな今。そこ無理するとね、どうしてもそうなるよね。前に見えんくなってきて、飛んでいくしかない。ここに勝負抜けるしかないからね、コーナーで。ストレートはね、そんな差がないから。変なコーナーに行けるかも。行けへんかった。ああやってもうた。死んだな今のは。結構ね、ミスったね。5位。ダメだこれやです、これは。まあね、こんな感じでね、TT レースっていうのはね、島を走るレースやねんけども、これ何？モカの？もう一回あるのかな、4周もう一回行きますか。もう一周しましょう。
ケットスタートを決めてこけないように、保険用に走ってたのね。同じコースか。大事に走っていきましょう。で勝てると思うよ。ここが怖い。歩道に乗り上げるからね。お、1位で一周してきた。でもこれ4周じゃないからね。保険でモチベーション保てんくなるのよ。ここがこけずに耐えてる。もうね、ちょっとビビりながらね、ちょっと恥ずかしいしダッサいねんけど、ちょっとな、先のところはビビりながら走る。置けるようにね。こけた。やばい。あんだけ、こんだけね、ああ、抜けた。結構ね、騒げとったからね、抜かれへんと思ったけど。すると、ここがね、ちょっと やばいな。さあファイナルラップ、次はね、ここで焦げたら終わるからね。マジで行きましょう。この子の曲結構好き。慣れてきたぞ、このコース。コーナーの2つ、さあ最終コーナー。あった、勝ちました。優勝です。8秒差。結構ね、開けたね。ちょっとリプレイ見ますか。いいか。
リプレイ結構ね、4分かかるからやめよう。今ね、だからランキング2、前回ね、勝てへんかったからね。あなたの名声はレース界の活躍に応じて上昇します。名声が高いほど重要なイベントに参加できます。ファン36人で、勝っても36人でファン使えんのかよ、ね、で、メンテナンス1800、ちょっとお金かかんねんね、レースってね。あ、買ったら為替解除された。こんな感じでね、レースだったらね、次回これやるかもわかんないです。またね、コメント次第でやるかもわからんでね、みんなのねコメントお待ちしてます。もしよかったらね、またこれを応援していただければまたやるかもわからへんし、あまりね、再生数が少なかったらもうやらないかもわからへんけどね。あっちゃんは結構バイクのレース好きなんでね、これ楽しいなと思うんだけど、ただただね、道がすごい道やから走りにくいけど面白いレースですということで、よかったら見ていただければ嬉しいですということで、今日のあっちゃんの、TT っていうレース、よかレースゲーム、バイクレースゲームよかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。